あ、こんばんは。あの、ついと申します。まあ、今赤ちゃんね、寝てはるんで。けどね、落としてないかな。やけど、まあ、ちょうどね、あの、私もですね、あの、ちょっと孫はね、2月9日に生まれましてね、今ちょっと2週間目ぐらいで。孫娘、2人目をね、あの、持っておりましてね、今家に2週間ちょっとのね、入ってるんですけど、見えへんけどね、ねえ、たぶん1ヶ月は経ってます。あ、そう、4ヶ月ね、やっぱちょっと出たけどね、まあ、そうなんでね、あれ、押さないようにというのはね、けど、ちょっと青天井さんなかなかね、思うような感じでよかったです。そうなんでね、はい、そしたら皆さんね、改めましてということでね、私はですね、
大阪、弁天町からね、来ておりまして、弁天町ですかね、昔はね、交通会館でね、あったんですけど、交通会館、京都の方にね、曲げ取られてしまって、もう電車がね、なくなりまして、今ね、そうなんですけど、USJ とかね、あの辺、海遊館とかね、近所にね、あるとこで、遠いよね、結構近いっていうか、高速乗ったらね、30分ぐらいで来れるんかなというところでね、来させてもらってまして、私もね、先の、青天井さんと一緒でね、奈良ではここの、ピッコさんが、しかなって、ちょうど、3年前のね、2月15日というね、ところで、初めてここの、ピッコさん、出させてもらいましてね、年月でね、その間にいろいろ、今も続いてるんですけど、コロナの関係とか、いろいろあって、あったんですけどね、マスター、ね、ママさん、マスターとかね、ものすごいこう優しい、まだ優しいっていうかね、そこまで受け入れてくれましてね、最初はね、ちょっとこう緊張感でやったんですけど、大体3ヶ月に1回ぐらいのね、レベルで入らせてもらって、で、コイワッチさんがね、今日のコイワッチさんの、あとピックスセカンドっていうと、あとトールさんってね、ちょっと名前あれを忘れましたけど、トールさんの、まあ、トールすがり、トールすがり、なんかあれですね、すがりさんで、でそうですね、3種類ってなって、三種類、はい、いらっしゃいます、三種類、四種類、一種類、そのうちのね、今日は恋バチなんですよね。あれですけどね、小岩さんの 100回記念とかね、いうのがあったり、去年ですね、という、まあ、ちょっとね、小岩さんはね、その時に、いろいろ、諸般の事情があってね、出れなかったと思うんですけどね、まあ、100回ってすごいですね、やっぱね、僕で、ね、今日で10回目なんですわ、来て、で、100回ってやっぱすごい、思い入れがね、あるやんっていうような感じだと思いますね、ほんま。まあ、そういうね、ちょっとたまたまの2月の25日に決めた日がもうね、こういうなんか明日ラスト2っていう日になってしまってね、ちょっとびっくりしてるんですけどね、まあ、今日はちょっとね、オーディエンスの方もちょっと今いてはって、なかなか思い思いのね、ところの中で来てはるかなと思います。はい、まあ、そういう、流れもありながらちょっと、続けていきたいなと思います。ですね、ちょっと次はですね、中島ちょっとみゆきさんのね、ちょっと歌の方に入っていきたいなと思ってまして、ちょっと2月のね、時期を踏まえて、雪っていうね、ちょっと行きたいと思います。手を差し伸べればいつも
れた人が手を差し伸べても消える、まるで淡すぎる雪のようです。あの人が教える通り歩いてくはずだった私は、雪で足跡が見えない、立ちすくむあなたを呼びながら、手を差し伸べればいつもそこにいてくれた人が、手を差し伸べても雪のようです。私はまあソロでもやってるんですけど、ユニットもね組んでましてね、中島組っていうね、中島みゆきさんの中島組っていうところでちょっと使わせてもらってる、中島みゆきさんの歌ばかりをねやってるユニットがありまして、それのまあボーカルをねやってもらってる久美さんという方がちょっとね手術上がりでやったんですけど、ちょっと、ね、来てくださったんでね、ちょっと一曲歌ってもらおうかなと思いまして、はい、
選手の方からね、大阪府の選手の方からやってまいりました、中島組、ひらがなで中島組で漢字では書かないんです、うん、ということで、みゆきさんの名記を今からちょっとね歌わせてもらってます。みゆきさんどうもありがとうございます。
ぱ12弦ギターっていうのがやっぱり、ああ、はい、どうもありがとうございました。ふみさん、どうもありがとうございました。どうも。
てくれるというかね、あのすごい貴重だっていいですってね言ってくれるんで、もうちょっと調子乗ってね言ってたんですけどね、あのすごいそのマスターが言ってくれてたすごいね、あの思い出に残ってくれますというかね、あのマスターねまだ生きてはるんでね、あれこれこれこれ欲しいね頑張ってはるって何やるね、あのこの奈良のね、あの先ほどね、まあ、引き継ぎっていうかね、あれっていうか、ね、そういう話をされてて、まあ、ちょっと相場はね、今後またここで、広がるっていうかね、あれだと思うんですけど、まあ、僕自身もね、こういう、この10回、まあ、3年間までね、マスターとか、ここで、まあ、戦いね、まだ。最後ね、アイさんのね、ちょっと考えて、はい、ね、そしたらあの、アイさんの最後にね、来ていただきます。お疲れ様です。可愛い
嬉しいものですね。